今日は多数お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、講演会下沢寛作品の系譜と熱田三部作ということで、函館市中央図書館館長の丹羽秀人さんに、お話をいただきます。この下沢寛の今回の図録の中にも年譜があります。今日お話しする内容のエッセンスがこの年譜の最初のところに詰まっているので、ここをちょっと朗読します。明治25年2月1日北海道熱田郡熱田村大和熱田16番地に生まれた。今回の年譜では梅谷緑、梅谷孫吾のペンネームで4冊の本を出したということが付け加えられています。じゃあ諸著作なんですけども、新選組島月として万里館各から諸著出版した。一体これが諸著出版だったら4冊の本は何だったんだ。この新選組に書くにあたって下沢寛というペンネームを初めて使いました。下沢寛という名前を付けたところで自分の作家生活はここからだって思ったから、大正時代に出した本は年譜からに入れなかったのではないかなと思います。下沢寛はいろんな人にインタビューをしてそれを記事に起こすということを得意にしてました。新選組の関係者にインタビューをしています。それをまとめて出したのが新選組島月です。新選組島月については新選組研究の参考文献に挙げられています。貴重な記録なんです。ただ結構批判もあるんですね。下沢寛の創作ではないか。でも下沢寛は新選組島月の最初に歴史を書くつもりなどはないと書いてるわけですね。小説なんです。歴史研究家ではないんですね。下沢寛を調べなきゃなと思ったのは、医師会の図書館にこの名前はどうやって読むんですかっていうお客さんが来られて、解説で本名を梅谷増太郎って書いたんですけど、読み方は書いていないんです。日本語大辞典という国語辞典があるんですけど、梅谷増太郎ってルビが振ってありました。国立国会図書館に著者名を調べる大きな辞典があるんですけども、これにも梅谷になってました。著作権を継承している遺族は梅谷と、ペンあるものがみんな梅谷ですから梅谷でしょうっていう話になったわけですね。下沢寛の文学研ができた時に幼なじみがみんな集まって座談会をやって、それが収録されてるんですけども、名字を詰めてめやめや、これは梅谷でしかないですよねと思い始めたところに、塚本郁子さんということが訪ねてこられて、下沢寛の妹さん美佐さんのお嬢さんです。あの方は梅谷以外ではありません。いよいよ分かんなくなりましたね。最近になって分かったことは、下沢寛は北海道時代は梅谷と名乗っていたけど、東京に来てから梅谷と改名しました。その明日三部作に入っていくんですけども、第一作が江戸の辺り、それから二作目が南へ向いた丘、それから明日日記、この3作はストーリーが3つでつながっています。1つのストーリーになるようになっています。ただ3部作として書かれたのではありません。江戸のあたりはまずは下沢寛自身が登場してきて、知り合いのお島さんに会いに行こうということで移動していると、やはりじいさんのことを忍びたいんで将棋隊の日がある千住の円通寺に寄っていこうと思って、まず円通寺に寄るわけです。私もね、江戸のあたりを持って円通寺行きました。とても面白いです。南に向いた丘と明日日記は同じような景色で書かれてますけど、である体で簡潔に書かれて読みやすい小説です。ただし、これもまたちょっとだけ普通じゃないんです。ところどころに丁寧な言葉遣いで、熱田とかアイヌとかいろんな背景を説明しているんですね。昭和30年代、アイヌとかみんなあまり知らないのかなって思ったのかなと思います。明日日記の原稿は今明日の道の駅で展示されています。3作続けて読んだら、いろんな、こうなんて言いますかね、楽しさ、しみじみした感情、悲しさ、いろんなものが出てきて、この3作まとめて読むということをされると本当はいいんだなと思います。ぜひ下沢寛の作品を小説として味わって読んでいただきたいと思います。